神奈川県人権啓発センターです。久しぶりにお便りのコーナーです。今日お便りをねお寄せいただいたのは神奈川県在住の方で、小田原市東町山王地区の部落出身という方なんですね。で、子供の頃はねでも主に中井町で育ったっていうことですね。で、通っていた中学校は中井町立中井中学校というところでした。そこで経験した話です。社会科の教師、男性で50代くらいと記憶しています。学年主任でしたが、神奈川県山北町の山北中学校から赴任してきた人物でした。山北町といえば根岸が童話地区で、集会所の中にデカデカと童話問題がうんぬんという看板が掲げられているところです。だからなのか分かりませんが、その教師が社会の授業の時間に勝手に童話教育を始めました。もう10年以上前のことになりますが、なんというか底知れぬ違和感を感じたので今も記憶しています。まず江戸時代に得た秘人という差別された身分の人たちがいて、未だに根強い差別があるというお決まりの文言を述べた後、結婚差別の事例についてプリントが配られました。とある被差別部落に住むとある男性が彼女の両親から結婚を反対されているという内容です。彼女の両親は娘に辛い思いをさせたくないと結婚に反対します。男性は差別を生んでいるのはあなたたちの心みたいなことを言ってました。結局は両親が納得して結婚して、めでたしめでたしという話です。最後になぜか私が指名されて意見を発表する羽目になりました。教師からなぜ2人は反対されても結婚を諦めなかったと思うと聞かれました。私は婚姻届さえ出せば誰が反対しようと結婚できるし、そもそも得た否認の子孫ってどうやって分かったのと思いましたが、空気を読んで2人の愛が深かったからだと思いますと言うと、教師は満足げな顔をしていました。幸いうちの学年にはこの授業を深刻に捉えるバカ正直な生徒はおらず、いじられキャラの山田くん（仮名）が市の交渉を得た日に山田とからかわれていました。つまり山田くんは得た日により下の身分という意味です。あと部活でレギュラーになれなかったり、テストで赤点を取ったが生徒が俺は得た日人だからと自虐するのも流行しました。これは教師の耳にも届いていたと思いますが、特に問題となったことはありませんでした。このお話は著作権フリーなので YouTube チャンネルで使っていただいても構いません。学校名出してしまってもいいそうなので出しましたね。神奈川県の方はね大体知ってるかもしれないんですけどね、県外の方はよく知らないと思いますね。小田原の東町は部落探訪動画ありますのでぜひご覧になってください。でね、中井町っていうのはね、だいたい小田原と、あとこの、まあ、この子は座間市なんですけどね、あの前の、 あの北京料理総理、あれは聖地なんですけども、まあ、そこの間ぐらいですね、秦野市の近くですね、中井町って言ったら、高速道路のインターがありますね、まあ、その辺りのお話っていうことです。で、山北町、これも部落探訪してますね。で、確かにね、これはね、あり得る話かなと思います、この方の年代からするとですね、平成初期生まれっていうことだから、まあ、おそらく今から、まあ、20年ちょっと前ぐらいですか、まあ、その頃はね、ギリギリまだ童話行政やってたしね。で、山北町っていうところ、あるいは小田原にしてもね、中井、あの辺りにしても、中井はちょっと違いますね。まあ、山北町、あの辺りはやっぱ解放同盟の活動が活発だったんですよね、だからね、確かにこれはあり得るかなというふうに思います。で、最後ね、まあ、結局そのやってね、教師は、まあ、童話教育っていうよりはまあ解放教育ですね、一種の洗脳教育ですよね、そういうことをやって、まあ、結果としてですね、やっぱりまあ生徒ってね、やっぱり空気を読んで答えるんで、やっぱ本音はなかなか答えないんですよね、確かにね、いやまあ別にね、結婚反対されても普通に婚姻届出したら誰でも結婚できるんじゃないのっていうのと、そもそも得た否認ってなんで分かったのっていうのは確かに大変もっともな考え方です。まあ、得た否認でなんで分かるか、そのブラックミントなんで分かるかっていうと、
まあ、これはねよくあるのが自分で言っちゃうんですよ、というか言わせられるというかね、あのその部落民宣伝とか立場宣伝とか、そういう自分で部落出身を言って誇れみたいな、そういう洗脳教育がですね昔はされてたので、それでまあ自分で自分部落民ですって言っちゃう、まあ、あるいはその部落自体にこのランドマークみたいなものがある、ここは童話施設ですみたいなものことがね、山北町でもね掲げられてるんですよ、集会所に。まあ、それでもう分かる人には分かってしまうっていう、そういう事情があるんですよね、うん、でその得た否認とか、まあ、そういう言葉が広まってしまって、学校の中でねこうやってね、知能交渉を得た山田みたいな、そういう言葉が流行ってしまう、まあ、それはよくある現象ですよね。でそれがあまり問題にならなかったのは、やっぱり問題にするとね教師が糾弾されてしまうからなんですよね。僕もあの高校時代とかね、あの中学校とかでもそうだったと思うんだけど、やっぱりねこういう教育するとやっぱりねこの休み時間とかに面白がって得た否認とか言ってしまう生徒が必ず出てしまうんですよね。でもちろんそういう風になるっていうことは先生も気づいてるんだけども、それがねあの解放同盟なんかに知られてしまうと、やっぱり先生が糾弾されてしまうので、まあ、黙ってたっていうことじゃないですかね。ただまあ生徒なんかは解放同盟にチクったらどうなっていたのかわからないですね。であと三王地区なんですね。これお手紙ちょっと続きがあって、まあ自分はねあのなんか老番か門番みたいな仕事をしてたみたいだからね、先祖がだから多分否認だったのかなみたいなことが書いてあるんですよ。でも多分ね三王だったらね否認じゃなくて、ね、やっぱ得ただったと思います。あの断左衛門の配下ですね、やっぱ白山神社があるし、あとはあそこはやっぱり箱根に続く街道沿いなんで、おそらくねあの大磯の大縄橋さん、まあ、大縄橋っていう 今も家があるんだけども、そこがあの否認じゃない枝頭だったんだけどね、おそらくその古文だった可能性は高いかもしれないですね。ということでね、大変貴重なお話ありがとうございました。ぜひね皆さんもねこういったお話あれば お寄せいただけるとありがたいと思います。まあね、ここでねあのお便りのコーナーということで読んでもいいんですけどね、できればねリモートでも、あるいはその、まあ、顔を隠してでも、ぜひ出演したいという方があればあの当然歓迎いたしますので、ぜひ皆さんね本チャンネルにお便りをお寄せくださいませ。ということで今日はお便りのコーナーでした。